はははいいこんにちは占い評論家ののの岡田ででですす今日はですねワンンドのクイーンの話ですえー、まあそうですね、えー、こちらのこの女性ですね非常に貫禄ある感じで非常に包容力を秘めているような感じで優しさも感じられます、えー、あとですね後ろにこうライオンが2匹それから、えー、ひまわりですねひまわりがありますね このひまわりというのは獅子、えー、座の象徴です。ですから、どしっと、ね、構えたそういった人物の出現、そういうふうに考えられます。えーまあ、ここにもね、ライオンいますね。あと、このちょっと黒猫が気になりますが、この黒猫は魔女の使いという風に言われてまして、非常にあのサイキック能力ですね、えー、それに長けていると言われています。ですから、このカードが出たときには、 非常にこう包容力のある人物そして勘が結構鋭い人物との出会いを示していますので、えー、非常にいい出会いを示すそんな風に捉えることができると思いますね。はい、ではままたた次回アップいたします